レット。ビズ。総務省が22日発表した9月の全国消費者物価指数は99.8で1年前に比べ0.1%上昇しました2020年3月以来1年半ぶりに上昇に転じました携帯電話の通信量が下がる一方で原油高に伴って電気代やガソリンが値上がりしました 宿泊料を押し下げていた政府の観光支援事業、GoTo ト,トラベルの影響がなくなったことも響きました。